ゆっくりの、怖ーい話。9人殺害事件の少し前に建てられた恐怖のスレ。ざま、9人殺害事件、という事件を覚えているだろうか。自殺願望のある人を誘い出し、アパートで9人を殺害した事件のことだ。犯人が捕まったのは2017年10月31日。しかし時間を遡ること、約3ヶ月。その時にチャンネルではこのようなスレが立っていた。キューボ、50キロの肉を今日中に処理する方法。事情があって50キロのお肉が手に入ったんやが、どうすればええんやろ。Y はそこまで大食感ではないし、早めに処理したい。どうやら何らかの事情で大量のお肉を手に入れてしまったようだ。この位置には全く関係のない話だが、20歳の女性の平均体重は52キロ前後だそうな。それぞれ解決方法を挙げていきます。冷凍庫はすでにいっぱいなんや。すでに別のものでいっぱいのようだ。人肉か、これは犯罪臭いな。勘のいいネラーは嫌われます。まず関節部の切り落とし方鍋、ドラム缶に入れて海にポイが鉄板やな。食わないなら捨てればいいやん。どこに捨てるかが問題やねん。あんまり他人に知られたくないやん。皮灰だ。排水口の詰まり取るやつ大量に買って風呂場で溶かすといで、残った骨は脆くなるまで焼いて粉にして皮に巻くんや。肉の処理の話なのに、皮、骨、と聞いてもいないワードが飛び交う。マジレスするとバラバラにして公園のゴミ箱やろな。井の頭公園やったっけ。今でも犯人見つかってないよな。1994年に起きた未解決殺人事件のことでしょう。素人でも解体できるかな。血抜きは申してあるんやけど、コツつかめばな。要は剣をうまく切れるかにかかってる。強い力入れられるハサミみたいの使った方がいい。警察に連絡したら持って行ってくれるで。とりあえずじっくりコトコト煮込むんやで。溶かすってあるけど匂いは大丈夫なんか。こっち住宅街なんやけど。食肉なら1日あれば問題なく溶けるで。風呂場は目張りしておけば匂いも平気。わかった。解体してちょっとずつ溶かします。無理な奴は山にでも埋めようかと思います。もうこのスレ落としてください。この書き込み以降位置は消えました。しかしこれ以降もスレ住民たちはいろいろな処理方法などを書き込んでいきます。明らかに肉の処理方法でないものがあるのが気になりますがね。特にこの猫砂というものが気になります。どうやら猫砂は匂い消し効果があるようだ。生物を長期保存するときに匂いを消したりできるんでしょうかね。それから1ヶ月後。2チャンネル、VIP にてこのようなスレが立つ。大至急、死体の処理方法を教えてくれ。これはもはや手元に死体があると言っているようなものです。まず言うと別に人殺したとかそんなわけじゃなくて念のために聞くだけだから絶対に通報しないでほしいんだけど、絶対にバレない死体の処理方法ってある。教えてください。一応言うと、死体から血は出てなくて、多分薬物反応みたいのはあると思う。なる早でお願いします。ネタとしてもひどい書き方です。血は出てなくて多分薬物反応。具体的すぎます。どこにでもラーメンスレにしたくなる人はいます。フィクション作品においてはたびたび使われる食べて隠滅というものを押すものが多いです。おまわりさんに相談しよう。ネタのつもりなんでしょうがこれが正しいんでしょうね。どんな事件でも自殺でも一番の厄介ことが死体の処理だ。逆に言えばこれがクリアできたなら問題の 90% は片付いたと言っても過言ではない。やっぱそうだよな。頑張るわ。死体がなければ事件にならないということでしょうか。燃やしたりとかした場合はおすすめの廃棄場所とかある。この聞き方はまるで経験者に聞くようです。ビルとビルの間のマンホールに捨ててた。いいなそれ。胃の中。無理だろよう考えろ。細切れにして川に流せばあとはもう魚の餌よ。確かに、本当にありがとう。富士山でいいのでは。樹海。自殺名所は有名すぎて死体見つかりそう。なんか酵素なかったっけ。肥料みたいなんに牛入れたら2日で骨も残らんとか。マジ、どこで手に入る。そんな肥料実在するとは思えませんね。詳しい人がいたら教えてください。中には通報したなどの書き込みもありました。やめてマジで。墓に埋める。これすごいと思う。知らない人の墓に勝手に納骨するやついるって聞いたわ。マジ、前回の分で試してみようかな。今回が初めてではないことを示唆しています。ザマ事件の1件目は、8月23日頃、2件目、8月28日頃、3件目、8月30日頃、この発言との整合性は、合いますね。細切れにして流せよ。次回はそれで行くつもり。まだ、続けようとしています。ドラム缶に死体を入れてコンクリートを流し込みます。最初の3回はそれだったけど、ドラム缶が勝手に消えるんだよな。遺族のところとかに行かれると困るんだわ。今が3件目ではないのでしょうか。4件目の日時は、9月16日頃のはずです。
またドラム缶が勝手にどっか行った。ちょっと探して庭に埋めてくるわ。最近庭から鳴き声が聞こえてくるから、本当は庭も危ないんだろうけどな。お気楽なクソビッパーたちもさすがにここに来てこれはガチなんじゃないかと思い始めます。釣りに決まってんだろ。やめろや俺が自演してるみたいになるだろ。なんで通報しようって流れの中でマジレスするの。死ねよゴミ。自分は本当に死体の扱いに困ってんだ。釣り扱いするんじゃないよと不自然に切れる位置。こいつのせいでつまらなくなったから嫌な奴一人殺せない小心者の雑魚僕は123みたいなマジレスカスがどうかできるだけ苦しんで死ねるようにお祈りしながら寝ます。たった一度釣り扱いされただけで突然さも釣りでしたよと言い張る位置。不自然だと思いますよね。だんだんホラーっぽくしてくつもりだった。展開の仕方が下手くそだった。スレタイの時点でホラーなのに展開が下手もクソもないと思います。必死にごまかしているようにしか聞こえません。多分そいつはガチモンかもしらんで。疑っている人もいます。ここで通報した画面を証拠としてあげる人もいました。いやこれは偽物ですね。本来は、こういう画面になるんですが、そもそも字が間違っていますね。修正してお礼も言っています。僕もこんな素直な子に育ちたかった。かわいい。こんなどうでもいい書き込みをして1は消えました。このスレにもやはり1がいなくなってもアドバイスを送る者がいました。冷凍のクーラーボックスで保存し続けろってことですか。匂いがきつそうですね。事件後、報じられた記事によると、猫砂を入れたクーラーボックスを使ったことがわかっています。果たしてこれはただの偶然でしょうか。皆さんは、どう思いましたか？